はい、今回は HG シリーズゴジラ8を振り返ってみようと思います。ノートブックの表紙ですね。で、まずラインナップとしてはモスラ2001、バラゴン2001、ジェットジャガー、ゴジラ2001、キングギドラ2001、メガロとなっております。はい、まずはジェットジャガー73から見てみようと思います。これは73年のゴジラ対メガロから出てきたジェットジャガーですね。もう、まあ、形はもう見ての通り、かなり精巧にできてまして、色使いもこの派手さが、結構出てますね。表が結構黄色の色も使ってちゃんと塗装されてます。後ろはちょっとこの黄色いのがちょっと背中とか欠けてますね。うん。はい、こちらがメガロ73となっております。ゴジラ対メガロに出てきた敵のメガロさんでございます。で、この作りとしてもかなり、なんだろう、この汚し感とか、すごい細かな、このドリルの作りとかも、かなり素晴らしい出来となっております。で、顔もすごく虫っていう、すごい昆虫感がすごいいっぱい、溢れるばかりに出ております。で、背中のこの塗装も、このすごい、ちゃんとこだわってますね。うん。で、このフィギュア結構でかくて、ゴジラ8あたりから大きいなと思っておりました。このジェットジャガーもメガロより実は大きいっていう、なんかこの大きさがちょっとよくわからなくなってきましたね。ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃のゴジラ、GMK ゴジラとなっております。このバランスの取れた形、フォルムと、このちょっと大きな頭がとっても印象的です。そしてこの目ですね。目がこのもう亡霊感が半端ないです。で、この足もなんかすごい厚底で、この足がすごいしっかりしてますね。お腹はちょっとスリムですが、かなり GMK が表現されてるのではないでしょうか。うん。背びれもいい感じですね、これ。ちょっとここら辺まで塗装してあるし。うん。かっこいいですね、これは。ちょっとだけテカってるのもいい感じだと思います。次が、バラゴンですね。バラゴンも、これ、同じ GMK ゴジラの、同じくこのゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃に出てきたんですが、一番最初にやられてしまったかわいそうなバラゴンです。このバラゴンすごい可愛いのと、この色のちょっと赤っぽい色彩にこの墨のようなこの塗装の汚しなのかな、色がないですけど、すごい細かいのがすごい細かくこうできてるところとかすごいなと思っております。顔もかなり可愛いです、凝ってます。うん。このバラゴンのクオリティがだいぶ高すぎだと思います。ただこのゴジラと比べるとだいぶちっちゃいので、もう劇中同様になんか倒されてしまうよぐらい、なんかちょっと弱そうなところも、やっぱり弱そうなところも再現されてますね。みたいな。で、次がモスラですね。モスラ2001ですね。こちらも GMK シリーズ出てきたモスラです。この眉と眉がセットになっております。だいぶこの、やっぱメガロといい、ちょっと虫感がだいぶ出てますね。この足の虫っぽさとか。足の虫っぽさこのあとその羽とかもちゃんとこのふさふさのが出てて、すごいいい感じになっております。色彩はまあ前作とのモスラとちょっと似てますが、このオレンジっぽいやつの方のモスラですね。で、大きさもだいぶコンパクトになってます。で、羽の裏はこう黒になっていますが、まあこれで立たせるともうこう羽がこう、ちょっと丸っぽくなってるので、なんかこう、あんまりこう、
羽の裏が塗装されてなくても全然気にならないですね。やっぱりかっこいいですね。このお尻の曲がり具合とかかっこいいですね、これ。なんで、こう、いいんじゃないですか。はい。で、こちらがラスト、キングギドラ2001となっております。前作のゴジラ7に出てきたキングギドラ65と同じ、この手触りが同じ、になっております。なんで、だいぶクオリティは高いですね。で、顔もちょっと似てるんですが、塗装に関しては、この、ちょっと黒っぽいところに、ちょっと濃いめの黄色が入って、ってなって、このコントラスト、3色コントラストになっております。で、この胸と首の下のところも、またちょっと塗装が変わってますね。結構凝ってますね、これは。やっぱりこのキングギドラに関しては、ちょっと力、思い入れが強いのかな。なんか、いいっすね、これ、結構。顔はそんなにあんまり、やっぱガチャガチャレベルなので、そんなに、顔に関してはそんなにこだわりはないんですが、まあ、ガチャガチャとしては、だいぶクオリティは高いと思います。ゴジラモスラキングギドラ、大怪獣総攻撃が再現できます。このキングギドラは今回ゴジラと結構同じぐらいの背なので、キングギドラはこの背丈は同じぐらいに再現できているので、何か違和感はないですね、この映画の想定と比べると。はい、ということで今回はゴジラ8をレビューしてみました。 GMK シリーズのゴジラ、キングギドラ、モスラとバラゴンですね、とプラスアルファでゴジラ対メガロからメガロとジェットジャガーがHG シリーズ化されました。で、この一個一個の個体がすごい大きいので、バラゴン以外は大きいので、すごい、過去のシリーズと比較して並べてみると、だいぶサイズの違いとか、あと、このクオリティがどんどん変わっていくところとかも、垣間見れて、すごい、久しぶりにこうレビューしてみて、面白いなっていう、いろんな、発見もあり、すごい良かったと思います。はい、以上となります。